はい、どうも皆さんこんにちは。今日はめちゃくちゃ嬉しいことがありました。それが何なのかというと、おそらく動画のサムネとあとはタイトルを見ていただければわかるんじゃないかなと思いますね。そうなんですよ、モンスターハンターの最新情報公開日が決定しました。いやー、これはかなりめでたいね。今興奮しすぎてやばいよ。で、早速内容に入っていきたいわけなんだけど、皆さんすでにご存知かもしれませんが、こちらになりますね。で、これが何を指してるかというと、モンスターハンターデジタルイベント。まあそんなの通りなんですが、こちら2021年の4月27日、夜の11時にプレミア公開になってます。で、こちらのプレミア公開で新しい情報が出るって形になりますね。詳しい内容につきましてはこちらのメモにまとめてきました。なので今日はこちらのメモに沿って話していければなと思いますね。そして今回のこのモンスターハンターデジタルイベントなんだけど、やはり目玉になってくるのがモンスターハンターライズ無料タイトルアップデートの内容かなと思いますね。ようやくこのプレミア公開で詳細が確定しますね。さらに配信日も確定すると思います。で、現時点で確定している情報としましては、大名槌、主寮レース、そしてハンターランクの解放、さらにそれに伴う機能追加ということで、こちらが決定しているわけなんですが、ただ未公開の情報が先日あったわけなんですよね。具体的には複数の追加モンスター、これが果たして何を指しているのか、そしてレア度が7の武器について、それプラスハンターランク解放に伴う追加クエストについて、そこが不明だったんですが、おそらく今回のこのプレミア公開で全て明らかになるんじゃないかなと思ってますね。やはりここで気になってくるのが複数の追加モンスターのところかな。まあまあまあ、そこについては後ほどご説明させていただきたいんですが、まずは右のメモに沿って話していきましょうか。ただその前に、まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもモンハン動画見ていただければと思いますね。これからもこういった形で最新情報だったりとか、最新のまとめ動画だったりとか、様々なジャンルの動画を投稿していくことになると思うんで、モンハン好きの皆さんはチャンネル登録しておいて損はないと思います。では早速内容に入っていきましょうか。そしてまず左のプレミア公開についてなんですが、こちらはドイツの公式カプコンで確認が取れました。基本的にこういった新情報の発表っていうのは世界同時発表になるので、日本のカプコンのチャンネルでも同様の内容が公開されることが予想できますね。まずは4月27日23時に新情報が出るということは 99.9% 間違いはないかと思います。そして内容に関しましては、バージョン 2.0 の詳細、そして配信日、バージョン 3.0 の一部詳細、配信時期など、さらに7月に発売を控えているモンハンストーリーズ2の詳細、多分こちらの3点がメインの内容になってくるんじゃないかなと予想してますね。で、これプラス有料ダウンロードコンテンツについても説明があると思うので、大きく分けると4つになるのかなと思いますね。そしてバージョン 2.0 の予想配信日についてなんですが、27日23時に新情報が発表されるので、28日か30日になる可能性が高いんじゃないかなと思いますね。一応カプコンの事前情報では4月末に配信予定と書かれているんで、この文言から察するに30日の可能性が高そうな感じがしますが、もしかすると28日に配信される可能性もあるのかなと思いますね。そして29に関しては祝日のため可能性自体は低そうな感じがしますけど、どうなるかはわかりません。ただ今のところは30日濃厚で、時点で28日、大穴で29みたいな感じになるんじゃないかなと思いますね。そして過去の配信時間についてっていうところなんですが、アップデの入るタイミングに関しては前作では午前9時が一番多かったかと思います。なのでモンスターハンターライズでもこちらの可能性が高いのかなと思いますね。ただもしかするとワンチャン日付の変わるタイミング、12時のタイミングで配信される可能性もあるんで、ここについては注意が必要ですね。ただまあ普通に考えたら午前9時じゃないかなと思いますね。だから僕の予想ですと4月30日午前9時に配信されるんじゃないかなと思いますね。いやー、これはかなり楽しみよ。そして次にバージョン 2.0 で気になる点ということで、事前に噂になっていたモンスターが登場するかどうかっていうところですね。おそらく一番有力なのがバルファルクじゃないかなと思ってますね。まあバルファルクはね、出る可能性が高いと思いますよ、このタイミングで。まあ他にも噂になっていて、ヌシディアブロスとかクシャルダウラとかテオテスカトルとか、そういったモンスターも 2.0 で追加されるんじゃないかっていう噂が広まってたんですが、ただまあ、どうなんだろう。
ディアブロスとかクシャルダオラとかテオデスカトルが追加される可能性って低いと思いますけどね。うん。まあ一応目玉は大名槌と主領レースって形になると思うんで、もし仮にテオデスカトルとかクシャルダオラとかが追加されるんであれば、多分そちらのモンスターの方が目玉になると思うんですよ。なのでこの複数の追加モンスターっていうこの枠組みで入ってくるモンスターではないと思うから、まあ可能性は低いんじゃないかなと思ってますね。はい。まああくまでこれはね噂ベースだからわからないけど、ただまあ僕が個人的に予想するのはバルファルクと、そこら辺のモンスターかなと思いますね。あとはもしかすると小型モンスターの追加とかもあるんじゃないかなと思ってますね。まあそこに関しては蓋を開けてみないとわからないんですが、やはり気になる点としましては複数の追加モンスターのこの文言かな。果たして何が追加するのかっていうところ。ちなみに1点補足なんですが、バージョン 3.0 では複数の追加モンスター、それプラス追加エンディングと書かれてると思うんですよ。おそらく追加エンディングと書かれているんで、このタイミングでナルハタタ姫の完全体が追加される可能性が高いんじゃないかなと思いますね。まあ噂ではアマツが出るんじゃないかとか、風神と雷神が同時に出るクエストが出るんじゃないかとか、ないしは合体したモンスターが出るんじゃないかとか、まあいろいろな噂が飛び交ってるわけなんだけど、ただ可能性としてはナルハタタ姫の完全体および討伐することができるようになるんじゃないかなと思ってます。はい、まあそんな感じですと。で、次にハンターランク解放について、今回のバージョン 2.0 ではハンターランク解放、これが決定してるわけなんですけど、やはり気になってくるのがハンターランク解放することによって、もちろんですけどハンターランク50、100、150、200と、まあ、どんどん段階的に上がっていくわけですよね。ハンターランクポイントの蓄積に伴ってどんどんハンターランク上がっていくわけなんですけど、ハンターランク上がっていくと受注できるクエストが増えていくんですよね。前作までですと、多分今作でも同様だと思います。なのでハンターランク50の時点で追加されるクエスト、ハンターランク100で追加されるクエストとか、まあそういった形で追加クエストが必ず出ると思うんですよ。なのでそういった情報も出る可能性が高いんじゃないかなと思ってますね。まあ具体的にどういった内容のクエストになるのかっていうのは正直わからないんですが、ここから僕の個人的な予想になってしまうんですが、ハンターランク20で大名槌が解禁とか、ハンターランク30で主領レースが解禁とか、多分そんな感じにまずはなるんじゃないかなと思ってますね。そして今後継続的にアップデートが入っていくと思うので、その度に追加クエストが解禁されていくみたいな形になるんじゃないでしょうか。まあ普通に考えたらその可能性が高いと思いますね。そしてレア度7の武器についても情報が出るかもと、このような記載をさせていただいていると思うんですが、おそらくこのタイミングでレア度7の武器も同時に解放されるんじゃないかなと思ってますね。まあどういった形で解放になるのか、そこについては何とも言えないところなんですが、ただ可能性としては高いと思いますね。あとは個人的に気になってくるのが大名槌の武器とか、主リオレースの武器とか、多分主リオレースに関してはレア度7とかになるんじゃないかなと思ってますね。なので最初のレア度7の武器、レア度7の防具に関しては主リオレースになるんじゃないかなと思ってます。まあ、もしかすると大名槌に関してもレア度7になる可能性がありますが、ちょっとそこについてはわからないですね。ただ普通に考えたら主リオレースはレア度7になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じですと。で、次にユーロダウンロードコンテンツと書かさせていただいております。で、ここでですね、おそらく重ね着についても出てくるんじゃないかなと思いますね。そうなんですよ。重ね着が今作できるわけなんですが、まだまだ種類が少ないんですよ。なので、まあ、そういったユーロダウンロードコンテンツ関連の話とかも出てくることが予想されます。多分重ね着とかについても出てくるんじゃないかなと思いますね。こちらの重ね着、かなり今人気になっているんで、ツイッターとかでもプラスで出てくれっていう話がたくさん出てると思うんですよ。そういった背景から、こういった話もおのずと出てくるんじゃないかなと思いますね。あとは、重ね着以外の他の追加ユーロダウンロードコンテンツについても何か情報が出る可能性も高いかと思います。まあどういった内容が出るかっていうのは本当に予想つかないんだけど、ここに関しては。ただ何かしら出るっていうことが考えられるかと思いますね。はい、まあそんな感じかな。今ざーっと話してきたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ結構ね、今日の動画重要なこと話しているんで、もしよければ、もう一度見返していただければと思いますね。はい。まあ、そんな感じですと。あとは一点ですね。話し忘れてたんですが、バージョン 4.0 以降の話とかももしかするとチラッと出てくるかもしれませんね。おそらく詳細とかについては語られることないと思うんですが、今後の無料タイトルアップデートのスケジュールみたいな感じかな。バージョン 4.0、バージョン 5.0 も配信しますよ。時期は未定なんだけど、みたいな。なんかそんな感じで、ちょこっと触れられる可能性もあるので、そこも確認が別途必要かなと思いました。まあ、今回の目玉はですね、やっぱりバージョン 2.0 とバージョン 3.0 なんで、
まあ、ここの情報がメインになってくると思いますね。あとはカプコンさんが気前が良ければ、無料タイトルアップデートの1年間のスケジュール的なものも展開される可能性があるから、そこも若干期待してますね。まあ、詳細については多分公開はされないけど、バージョン何まで今のところ予定してますよみたいな感じで。まあ、それだけでもね、情報が出たらありがたいんですけどね。ただまあ予想としましては、ほぼ毎月のようにアップデートがあると思うんで、バージョン 10.0 かバージョン 12.0 まで、おそらく存在はするんじゃないかなと思ってますね。はい。まあそこについての詳しい内容についてはまた後日語りましょうか。はい、ということで今日の動画はこのあたりで終わっていきます。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。